Everyday moments are the important moments that connect us. キウナゴヤ。皆さんこんばんは。7月13日火曜日午後10時になりました。名古屋にあるダンサーズスタジオからキウナゴヤお送りいたします。あのね、王子ね、昨日からね、ちょっとね、最近 お腹周りが気になりましてね、プロテインダイエットをやっております。スメリ王子マスクマンでございます。はい、プロテインは膝を悪くした時に一生懸命飲んでいましたけども、やっぱり運動しないと筋肉はつかないですね。味噌煮込みスキーと今日ですね、あの名古屋すごく暑かったんですね。実を言いますと、わずか 0.5 度の差で沖縄より暑かったんですけども、アイスクリーム2個買いまして好きだよね。いや、人のこと言えない。私も今日白くも食べた。ああ、そういうアイスクリーム三昧のダンサーズです。はい、そんな3人がお届けします今週のテーマは注射今週のテーマは注射インジェクションです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリまたはマイチューナーラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。この番組は高級木材のご用命は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、フォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイトザ・カバーズ絶賛発売中。大城バネサの R サプライ、陸上海上輸送一貫サポート東海協和、沖縄の紅芋丸焼き誠餅店、オリジナルモノクロ作品展示とグッズ販売、 FMJG アートワークウェブサイトの FMJG 個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。キウナゴヤ。はい、メールご紹介したいと思います。はい、はい、お願いします。ですね、これ先週のショッピングで、来てるのがありますのでね、お読みしたいと思います。はい、はい、お願いします。銭形警部からですね。ありがとうございます。ありがとうございます。今は直接買い物してのショッピング以外に、テレビショッピングやラジオショッピングなどという方法もありますが、個人的には昭和型機に近いタイプなので、ショッピングはお店に行って直接見て触れるなど目利きしてから買う方が好きですね。テレビショッピングやラジオショッピングなどは一度もやったことはないので何とも言えませんが、便利な反面失敗した時のリスクが大きそうなので直接買い物をするショッピングがいいですね、ということでございます。あ、でもすごいわかりますね、うん、まあそうですよね、ね、ネットショッピングなんだ、だとこうサイズが合わない時とかね、あると思うんですけど、まあ今はそれがね、交換してもらえるとか返品できるっていうね、サービスがあるみたいですけども、はい、でも写真写りが良くて、なんかあれこんなふうって思う時ありません？結構 ありますよねでね、よくね、すごい写りが良くてね、色合いが全然違ってる場合もありますからね。色っ
って難しいですよね、写真と実物ってなかなかね、うん、結構ね形もねあれと思う時あるみたいですね、形まで、うん、なるほど、ありがとうございます。では先週のテーマで引き続きますね、はい、読谷村のフルムイカリです。キウナゴヤの皆さんこんばんにゃ、こんばんにゃ。今週のテーマショッピング、日本語で直訳すると買い物、お買い物、買い物、お買い物だと今夜の夕食の食材や日用品を買いに近所のスーパーに行くなど日常の出来事を連想してしまい、あまりときめかない感じがします。一方ショッピングだと連想するのが洋服を買ったりとか、週末に街に繰り出し非日常の出来事を連想しました。そういう時ってなんかワクワクしますよね。この表記の違いから感じるニュアンスって日本人あるあるですかね。僕だけが感じたニュアンスかな。英語を使う外国の方々からしたら全てショッピングのはずですよね。キウナゴヤの皆さんはどう思いますか。あ、うん、でも一般的には皆さんあれじゃないですか、あの買い物行ってくるねっていう、ね、うん、感じで、あの、まあ、日本語使われる方多いんじゃないかなと思いますけど、あ、でもやっぱりね、はい、ショッピングってなんか確かにキラキラした感じがするの、なんだろう。でもね、あの王子もですね、やっぱりショッピング行ってくるねってなかなか言わないですからね。確かにね、買い物行きますは言いますけどね、こんなにあのこんなこじゃれた人間ですけどね、あのこじゃれてるでしょ、あ、お黙り、ね、それでも使わないですから、ちょっとお黙り、一瞬にちょっとね止まるのやめてよ。お黙り。なんかそうそう、ウィンドウショッピングっていうと、はい、やっぱりねこうね、キラキラした感じしますよね、うんうん、でもウィンドウ買い物とは言わないですよね。そうですね、ね、うん、だからそこのこのね、なんかこの言葉のニュアンス難しいですよ ね。ウィンドウと買い物ってなんかね、日本語と英語が混じって、うん、そうそう、だってだって直訳したら窓買い物になっちゃうよ。窓買い物。それも変じゃない。はい、ね、ありがとうございます。はい、続いてですね、こちらもショッピングでいただいております。はい、はい、泉さんの特急さんさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。ショッピングは大好きです。でもこの状況の中でお店に行かずネットショッピングをしています。お店に行かなくても自宅に届くのでいいと思います。コロナが収束するまでネットショッピングを続けようと思っています。じゃあまたやということでございます。まあそうですね、便利ですもんね。確かにそうですね、ね、あのまあ私よくね、あの通信販売とね昔はよく言ってましたけどね、はい、うん、これをね言うとね結構ダンサーズね受けるんだけど今日受けないね。通信販売どうしたんですか。いや今日そのね、はい、その言い回しにね結構ね反応してたのに昔は、はい、今全然反応しないね。どういうことか。え、じゃあこの通信販売という言葉にね、うん、あのよくね敏感にね、いろいろね、ツッコミをね入れてくれたのに最近は全然しないね。お黙り。お黙り、はい、あの成長したってこと。お黙り、免疫がついたってことじゃないの。あ、そうなんかな。何言ってるか分かんない。ありがとうございます。はい、では続きましてショッピングでいきますね、お三方さんこんばんは、フルムーン新一です。ありがとうございます。ありがとうございます。このご時世皆さんとネットショッピングが皆さんとネットショッピングが主流になっています。はい、個人的おすすめは、うん、各メーカーのハイグレード版をオークションサイトで購入することです。リーやチャンピオンのアーカイブス、コンバースのアディクト、アディダスのファレルなどなど、おなじみのメーカーですが、高額すぎてなかなか手に入らない高値の花の商品を半額以下で買えたりするので、超おすすめですよ。ただし、偽物は捕まらないように注意しなければなりません。で、そうです。偽物、うん、でもなかなか難しいんですよね。それこそね、実物見ても見分けがつかないものもありますしね。うん、そうなんですよね。なおさらネットショッピングだと難しいですよね。あの表示がまたね、上手くね、書いてありますよね。ね、そのきちっとしたところから出てる商品ですよっていう、ね、説明書きがね、あの素晴らしいんですよね。なんかあのシャネルがチャンネルになってるとかさ、うん、まあそれでねわかるじゃないですか。そうじゃなくてね、あ、本当にそっくりね、うん、そう、とっても上手にね書いてある場合がありますからね、うん、うん、そこはちょっとね、ね、この目利きの王子にしてもね引っかかる場合がございますね。目利きの王子っていつか。いや勝手に名乗ってるけど、まあまあそうだね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いてですね、はい、注射でいただいております。はい、うどん県大好きさんからです。あ、これ今週のテーマですね。今週のテーマです。はい、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 ございます。
はい、インフルエンザの予防接種って痛いですよね。針を刺すのも痛いですが、その後に液を入れる方がもっと痛いです。血液検査も年に1回ありますが、痛さが全然違いますということでございます。まあ、要はこう刺した後チューッとこう入れていく時のね、うん、あれですよね、あの感触が。感触は嫌ですね。でも王子全然感じないんだよね。あのチクッてする時だけなんだよね。うん、そういう、その液入ってるっていう感じはあんまりわかんないですね。うん、なんかね、全然そういうあれがなくって、うん、まあ注射していただいたなっていう、うん、そんな感じなんですよ。当時は注射された時にじっくり見る方、うん、目をそらす方？いや、あのね、その時ですね、あんまり意識しないんですけど、見てる時もありますし、うん、全然見てない時もありますし、まあ、その時なんでしょうね。うん、あんまりその意識したことないですけど、あ、うん、別にその、あんまり気にならない方ですね。すごい嫌で顔をそらすしとか、そういうことはない。それは全然ないですよね。逆に他の人が打ってるの見ちゃいますからね。他の人のやつも見るの？うん、そうそう。で、集団接種の時あるでしょ。ああ、打ってるなって。他の人のも見るんだ。そうそう。ちょっと、別にマニアックってことじゃないですよ。うん、そういうわけじゃないんですけど、うんうん、どんな風なのかなって。でも皆さんね、結構ね、平気な感じですけどね。うん、ね、ちっちゃいお子さんはね、またね、怖がっていた、ね、痛くないけど、こう、怖がるっていう風でね。もうあれ、なんか注射をこう出した瞬間にもうね。うん、そうそうそう。うん、ね、なんか嫌だな、みたいなのがありますからね。うん、ね、はい、はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。では、いきますね。はい。王子、ダンサーズさん、味噌煮込みスキーさん、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。埼玉のゴーです。ジャパン！ゴーです。ありがとうございます。先日は島を飲むのに夢中になってまして、ツイキャスに不参加でした。なんと、翌日の通勤の車内で聞きましたが、一人で笑いながら運転していたので、対向車の方が見ていたら気持ち悪い人と思われたでしょうね。危ないよ。あなたも危ない。いや、もう運転も滑っちゃう、大変。そうだね。さて、テーマの注射。僕は苦手ではありませんが、以前2年連続して体調不良で入院したことがありまして、うん、あら、1度目に入院した病院の看護師さんの方々が、ほぼ採血や点滴を刺す際に下手くそで、1週間の入院なのに腕に泡技のようなものが所々にできました。プロでも失敗はしますが、この病院は、もうあそこの病院はその後一度も行っていません。いいですか？はい。その気持ちよくわかりますね。もう、ね、会社の健康診断で採血する際に、うん、もう腕が黒ずんだ、うち身のように何回もあって、何回も刺し直される人だね。ブスブス刺されて、あっちがで外れるとすごい痛いんですよね。うん、もうあれが嫌で、本当に嫌だ。注射本当に嫌なんですよ。ね、うん、私、その採血の、うん、動脈に刺すのは全然良かったんですけど、はい、うん、膝の手術した時に、静脈に刺す注射っていうのがあって、うん、点滴なのかな。で、なんか、動脈太いのに静脈細くて、うん、結局、なんか、その気持ち、やっと初めて分かりました。3回ぐらいやり直しさせてられたけど、結局できなくて、結局エコーで、こう、機械で見て刺してました。嫌、うん、ですね。嫌ですね。ちょっと失敗はやっぱり嫌ですね。はい、一発で決めてほしいですよね。まあ、ね、でもね、王子ね、何年か前だったかな、3年、4年ぐらい前ですけど、はい、こう、錆びた釘を踏んだんですね。はい、で、錆びた釘を踏んで、やっぱりちょっとこれで、ね、錆が多分中に入って、そのバイ菌が入ってるような感じでしたので、病院行ってね、うん、消毒してもらおうと思ったの。そしたらね、はい、その、傷口ですかね。はい。傷口の中にね、注射打ってね。は、うん。多分それ痛み止めだと思うんですけど、そこに注射を打って、その後この消毒したっていうね、経験がありますけど。めちゃくちゃ痛いんじゃないですか。で、痛いなって、でもね、その自分のイメージよりか痛くなかったんですよ。だから自分強いのかな、王子強いのかなと思いましたけど。あ、シュプリームさんがツイキャスで、はい、うん、はい、王子は注射に O をつけますか？あ、お注射ってことか。いや、なかなかつけないですね。上品な言い方、うん、注射は注射ですね。うん、うん、
でね、やっぱり先ほどの話にちょっと戻りますけども、はい、その話をしたら、はい、こう聞いてる皆さんの方がね、はい、すごい痛そうっていう、わかる、なんか私もそう、うん、ちょっと痛そうだなって思ったもん。だからね、皆さんが思うよりね、王子ね、ちょ、まだ耐えきれたんですね。痛かったですよ、痛かったですけど、うん、この傷口の中に打ったものですから、その話をすると、こう聞いてる皆さんの方が、うわなんか痛そう、え大丈夫なのっていうね、そういう反応がね多かったんですけど、はい、うん、でもね、なんとかね、大丈夫でしたね、耐えれましたんで、うん、うん、でもやっぱり痛いなと思いましたよ。あ、そういえばツイキャス、今日テーマが出てませんって、ツイキャスのところの表示が。あ、そうなんですか。ね、あれどうしちゃったんだろう、はい、うん、注射ですんで注射だからあれかな、うんうん、今流行りの注射でございますよ。あ、泉佐野の時、佐野さんが明日コロナワクチンの接種しますって。そうなんだよね。葛飾の陳さんは、うん、先週木曜日がコロナワクチン1回目でしたって言ってます、はい、あで、うん、カーズ兄さんはね、採血の時注射針が腕に刺さる瞬間をガン見して、はい、看護師さんに驚かれますって。あ、じっくり見る派ですね。ああ、そういうことです。顔見はすごいな。はい、ということで、はい、CM でーす、はい。キユナ名古屋。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花林など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプル8では、フォークリフトの整備塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、 052-653-0071 までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭と薫品、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。大城バネサです。私の最新アルバム大城バネサザカバーズには、美空ひばりさんの一本の鉛筆から上村かなさんのトイレの神様まで全部で10曲入ってます。とっても素敵なアルバムになってますよ。ぜひ皆さん聴いてくださいね。私ども東海共和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海共和まで。沖縄で創業60年、大人気沖縄の丸焼き、外はもっちもち、一口食べたらじゅわっと、贈り物としても大好評、日本全国お届けします。紅芋大好き。詳しくは誠もち店で検索。FMKG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクター&オブジェクトの実験的ミュージアム。ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。キユナ名古屋。はい、続いてメールいきますね。はい、はい、皆様こんばんは。こんばんは。四国徳島のバーモントです。ありがとうございます。ありがとうございます。日曜日に金シャチの特別観覧とアイドルのライブを楽しみに名古屋に行ってきたばかりです。あ、ほら、ね、あの金シャチね、はい、下に降りてましたもんね。今ね、そうなんですよ。それはさておき、あれさておきなんだ今夜のテーマ注射。来月コロナワクチンの接種がありますが、筋肉注射と聞いて、小学生の頃インフルエンザの予防接種が痛くて毎回嫌だったのを思い出しています。でも定期検診の血液検査や献血といった血管注射は痛くないので何の抵抗もありません。あ、でも、うん、
コロナのワクチンの方が痛くないですよね。そう、打った時は、うん、打った時の話ですよ、うんうん、で続き読みますね、はい、せめて必殺仕事人のかんざしのひでさんみたいな上手なテクニックをお持ちの方にお願いしたいと思っています。あ、思っている今日この頃です。ではではっていうことです。まあまあですね、ということで写真がね、金シャチの写真が、うん、ね、あのね、一つ言ってもいい、うん、あのヒデさんの場合は痛みとかのね、そういうレベルじゃございませんので、うん、あのね、かんざしやられたあの、ね、瞬間にね、うん、あのもうさよならしちゃってますんで、そういうことか、うん、それじゃあいかんよんですよね、うん、あとね、もう一つね、聞きたいことあるんだけど、うん、そのアイドルはどなただったんでしょうね。ああ、うん、アイドルね、うん、王子、それが気になってしょうがないよ。そう、それですか、うん、それが気になってしょうがないよ、うんうん、答えはあの SNS で確認してください、ね、はい、私は知ってます。え、知ってるの。あ、そうなの。うん、あのバーモントさんがの SNS で。ああ、はい、ああ、知ってるんだ、うん、ただただ私はそのアイドルの方がはそのなんだろう、はい、深くは知らないですけどね、うん、うん、王子には内緒です。うん、やだやだ。やだやだ。はい、続いてですね。はい。はい、泉さんの特急サザさんからです。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。注射といえば、コロナのワクチン接種。明日1回目のワクチン接種をします。あ、いいですね。あ、はい、注射は苦手ではありませんけど、うん、接種後痛いと聞いています。でも、接種しないと、うんうん、後が怖いので、明日接種してきます。じゃあまたやってことでございます、はい、でもまあね、王子痛くなかったですよ。あのですね、これで、うん、実は3人ともですね、コロナワクチン1回目接種してるんですね、はい、で3人ともいろいろ違うんですけども、うん、まあ自分から言いますと、もう2日目はもう腕が痛くてたまらなかったです。もう手が上がらないぐらいで、3日目も少し痛くて、でただ歯茎が腫れたねえ、歯が切られたのびっくりですね。で、どうでした？あ、私はまあ腕の痛みっていうか重さはあって、あとは翌日はちょっとだるかったですね。はい。で、二回目ちょっとどうなるんだろうっていうことで王子は。っていう王子はどうでした？私ですか？ですね、まあ二日目のね、夕方から夜にかけて、ちょっとね、あのボワーンとするなっていうぐらいはありましたけど も、うん、もう別にその痛みではないんですね。腕も重たくなかった？全然ですね。もうね、それをカバーするかのようにね、うん、あの2キロのダンベルをねやってましたから。すごい。全然平気でしたね。でもう3日目からね、あの注射打ったかどうかわからないぐらいね、軽快にね、腕も動いてましたんで。今日も冷えるわね。あのね、今日ね、このね、今日冷えないけど、あのね、この番組が始まる前にね、ダンサーズがね、うん、ちょっとね、悲しいことをね、王子に言ったんですよね。はい、どういったことですか？あのね、はい、で、これをね、ワクチン接種した後、うん、ね、いろんなこういう反応が出ないっていうかね、うん、結構、いろんな、なんでしょう、痛みがね、うん、出てこない人は、うん、体 の中のね、老化が早い人って言ったんですよ。うん、俺はおじいちゃん？まあまあ体が老化してるってことかな。それかもコロナワクチンが滑ったか。うん、どっちかですね。はい。だってね、まあ、はい。はい。ギネスさんツイキャスで、はい、献血50回を超えてる自分ですので、注射は何ともございません。1回目のワクチン接種薬が25日に取れたって。あとですね、シュプリームさん、うん、ツイキャスでダンサーさんに質問です。ワクチン鎮注射と、王子のダジャレはどちらが痛いですか？痛いっていうのはないんですよ。痛いっていうことはないんですけども。痛いのは王子の滑りでしょ。滑りは痛いんですけど、自分にとってはもう痛いというより胃もたれがする。これに、あ、そっちか、うん。そっちにつきます。あの王子ね、ダジャレ言わないよね。あのいつもね、うん、このね、今日もさ。ね、これあのワクチン接種のね、とってもこの皆様にね、ためになるようなね、お話をね、たくさん。カープボーイさんの聞きやすいですかね。また途中で。味噌煮込みさん、ダンサーズさん、ひげを剃っても、ヤクミツルさん、はい、皆さんこんばんは。テーマ注射、はい、昼間にどっかで聞いたことあるテーマですね、はい、って、あれどっかもやってたんだ、テーマ、同じテーマで、知らなかった。で、小学生の時、体育館で集められてやる血液検査か何かで、ノコギリ状の指に傷つけられて、なんか吸われるやつ、あれ怖かったって、なんだろう。そんなのあったのかな、うん、
ん？それもちょっとあれなんですかね、あの上手くこう刺さってないって感じなんですかね。あ、なんか血液検査かなんかをやった時に出て、ね、なんだろう、小学生の時だって、なんだったんだろう。あ、シュプリームさんが注射の時は看護師さんの谷間を見るタイプですって。だよね。王子さん、王子も一緒かな。いや、だって王子、だって谷間見えない場合があるでしょ。そのね、あの、なんていうの、このナース服のね、うん、それでやっぱりね、あの顔を凝視してね、うん、うん、このお姉さんやっぱりお目目綺麗だなみたいなさ、お引き取りください、うん、あのいろんなところをねこう見つけますんで王子はね、お引き取りください、うん、あの、なんかみそちゃん、あのさ、葛飾のちんさんが、あの、なに、さすがに 5G になったり、磁石になったりはしませんでしたって、なんかそんなデマ出てるの、今。コロナワクチンで。え？なんだろう、そんな今、びっくりしたんだけど。ね、あ、そう、バーモントさんがね、うん、手羽先、あの、この前のやつは、地元の手羽先先生所、先生所さんと、東京から、ボルトさん、アメフラッシュさんの3組のアイドルによるライブでした、ってことでした。うん、うん。わかった？わからない。わかった。いや、一応気になったから教えてもらったのに。うん、あの、相づちは打つのはね。ね、なんか入れとかないとさ。なんか入れとかないとって何？いや、いつも、ね、お二人がね、こう冷たい視線で、ね、うん、見るじゃないの。メール言っていいかな？どうぞ。はい。旧名古屋の皆さん、こんばんにゃ。こんばんにゃ。今週のテーマ、注射。読谷村の古むいかりです。注射は嫌いです。はい。針が肌に刺していく状況は未だに直視できません。体に有効な薬品投与の時や血液を抜く時など年に最低で1回は注射しますよね。必要なのは分かっているけど嫌いです。はい、以上です。はい、ということでエンディングです。はい、はい、来週のテーマはT シャツ。来週のテーマは T シャツです。この番組はオリジナルモノクロ作品展示とグッズ販売、 FMJG アートワークウェブサイトの FMJG、 沖縄の紅芋丸焼き誠餅店、陸上海上輸送一貫サポート東海協和、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、フォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプル A と名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、高級木材のご用名は名古屋中川名木、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、はい、今週も聞いてくださいましてありがとうございました。はい、ナッティナチコさんありがとうございました。あ、注射苦手、うん、聞いてるだけで怖かった、本当嫌ですね。今日のテーマがずっと注射の話だからね。はい、なんか痛い気がしてくるよね。はい、本当にこのね、隣にいる方のね、うん、何かのトークも痛いし、この滑りが治る注射あったら打ってやってください。あのね、多分まあこれはね、自分で言うのもなんですけどね、はい、滑りワクチンがね、はい、ない限りはダメでしょうね。はい、終わりです。はい、ということで、はいはい、閉店ガラガラ。はい、今週もお聞きくださいましてありがとうございました。アランド家のパパさんありがとうございます。お茶が来ましたよ。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、本当に注射は嫌いだなと思いました。アランド家のパパさん、うん、昔ツベルクリン反応ってありましたね、うん、文字は滑りまくり反応って。あ、いいこと言うな。うまい。もうこれ以上反応してほしくないですね。まあ、だいぶね、いろんなね、免疫はあるはずですからね。はい。あ、でも、はい、あ、まあ、はい、もう終わりかな。はい、ということで、はい、ございます。